加藤浩次が14日放送の TBS、人生最高レストランで、かつて、腹が立ってた女性アナウンサーを明かした。今回のゲストは元 TBS アナの田中みな実で、普段は声が低いとの証言が紹介され、加藤が昔バラエティ一緒にやってたと振ると、みな実もやってましたと笑顔で応じた。加藤は、あの時の田中みな実さんとは全然違うもん、今と明かし、あの時は、あ、加藤さん。 みたいな感じだったと両手を振るモノマネで再現した。そして俺、それが本当腹立ってたから、当時、マジで、こいつ、うぜな、ってマジで思ってた、とぶっちゃけて笑わせた。優が、可愛いいなとか、なかった、と聞くと、加藤は、全くなかったと全否定。みな実は、怖い、と笑いながら、そこまでとは思ってなかったんで、今ちょっとショックです。本当に嫌われてたんだと笑わせた。 加藤は先日にブラックペアン2の現場で会い、みなみが大きな声を出せない場所で低い声で話したことを明かし、めっちゃいいと思ったと語った。